利益が出そうっていう感じじゃなくて、違うもっといいビジネスモデルやった方がいいかなって。ちなみにそこは売り上げ上げてるっていうか流行ってる。まだ僕行ったことないんで。いやそれ行かない。そうよ。僕これ帰ったら大阪戻るんですけど、行こうと思って。いや本来ならば一泊とかや、毎日飲み行った方がいい。わかりました。で毎日飲み行ってもっとこうしたらいいのになっていうことができたらやるべきだし、はい、まずそこで儲かってんの、お客さんに行ってやるのっていうことって、はい、見ないと何も始まらない。既存のネットカフェのこれを見て流行り始めたからうちもやろうって、そうですね、パソコン買ったらすぐできちゃうから、はい、競合が参入してくる衝撃がすごい低いから、うん、やるなら一気にやらないといけないし、そうあんまりすごい利益が出そうって感じじゃなくて、違うもっといいビジネスモデルにやった方がいいかなって、まあ、これが好きなのかもしれない。はい、僕だったらどうしますかね。これ今僕失敗してもいいと思うんで、まあ、それで始めれたらなと思ってます。いやそこまで言ったら絶対と思う、はい、何でも始めないと何も始まらないから、はい、後で後悔するぐらいから今やった方がいいんじゃないか。わかりました。